よし、それじゃあ全員揃ったし練習始めよっか。ななみちゃんストップ。今日はその前にやることがあるでしょ。え、何かあったっけ。大ありだって。よし、それじゃあシロ頼んだ。うん。ななみちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。おー、みんなありがとう。ななみちゃん、まさか自分の誕生日を忘れてたの？いや、そんなことは。でも、こんなに盛大にお祝いしてもらえると思ってなくて。何言ってんだよ。この私がいて、モニカのメンバーの誕生日を祝わないわけなくね。トウコちゃん、絶対記憶に残る誕生日にしようって張り切ってたもんね。プレゼントみんなで用意したんだよ。はい、これ。なんだろう、開けてみてもいい？いいに決まってるじゃん。ほら、早く早く。おお、絵の具セットだ。あれ、でもなんか普通のと違うね。色に偏りがあるのは全員がそれぞれ絵の具を選んだからよ。辛いものが好きだから赤系にしようとか、ななみちゃんにはこの色が似合うよねとか、みんなななみちゃんのことを考えて選んだんだ。そうなんだ。なんだか嬉しいな。これは世界に一つだけの絵の具セットなんだね。その絵の具バンバン使っていい感じの絵描いてよ。それじゃあ今日の気持ちを後で絵にしてみようかな。うん、イメージ湧いてきた。これはなかなかの対策になりそう。なんだかすごいのができそうだね。広松さんが対策という以上、想像を超えるものになるでしょうね。ルイルイプレッシャーかけないでよ。じゃあ完成したらお披露目パーティーね。これ決定だから。もう、トウコちゃんは何でもイベントにしちゃうんだから。ななみちゃんの絵楽しみだな。ありがとう。広町の新作ぜひ期待しててね。